どうやら私たちが心配している問題はこれで全て解決できそうね。軍玉閣へようこそ。よかったです。どうしたらいいのか困っていたので。まさか本当にあなたが来てくださるなんて思ってもいませんでした。あまりにも急なことで。でも信頼できるあなたさえいてくれればきっと。ええ、簡単に言うと秘書の助っ人としてふさわしい人物を探していたの。誰が適任か長いこと話し合っていたのだけれど、あなた以上に納得のいく人物は出てこなかったわ。実は明日、私が最も信頼する3人の秘書が重要な競売を担当することになってね。秘書の業務には部外秘の情報も多数含まれているわ。だから信用に足る人物で、かつ利害関係のないものにしか託すことができないの。そういうこと。この件について話し合ったところ、真っ先にあなたの名が上がったわ。共に過ごした時間はそう長くはないけれど、これは公にできないことだし、あなたにとってはただの雑用に過ぎない。手のかかる仕事な上に、これに費やす時間もそうないかもしれない。そう思われる可能性があっても、私は一縷の望みをかけて旅人にお願いしてみたいと思った。あなたが来るまでの間、断られた時のことを想定して別の案を秘書たちと相談していたわ。でも妥当な代案は思いつきませんでした。今後はこのような事態に備えて、あらかじめ対策を考えておかなければなりませんね。こうしてまたあなたに借りを作ることになってしまったけれど、あなたが来てくれたおかげで私たちの切迫した状況は解決したわ。心配はいらないわ。スケジュールの調整や有用な情報の管理など、どれも基本的な仕事ばかりよ。いずれも冒険者にとっては必要な能力ね。仕事に関する質問は後ほどお答えしますね。秘書の業務は先ほどの事務処理に加えて、行幸様の衣食住の手配など、あらゆる需要に応える必要があります。そう難しく捉えないで。無理なことは言わないわ。あなたの判断と考えを十分に尊重するから。それじゃ執務室に行きましょう。かしこまりました、行幸様。具体的な仕事内容を説明する前に、一番重要なことをお伝えしておかなければなりません。行幸様はリーユエ七世の一人であり、その一挙手一投足は何千人もの方が注目しています。行幸様のイメージを常に完璧なものに保つこと、それこそが何よりも重要なことです。そして私の普段の仕事は行幸様の最も頼れる後ろ盾となること。例えばスケジュールの調整、それから行幸様がお召しになる服を選んだり、着替えのお手伝いをしたり、香水をつけたり。 いえ、あなたの勘違いです。私はただこれらの仕事がいかに重要であるかを念入りに伝えようとしただけで。百式は仕事に対して常に熱心なの。与えられた仕事をいつも完璧にこなしてくれるから、私も安心して任せることができるわ。彼女が先ほど言ったことも、心の中にある熱い思いをあなたに伝えたかったからでしょう。ありがとうございます、行幸様。話を戻して、もう少し実践的なことを紹介いたします。百行と百文、この二人が専門性の高い仕事をしているのに対し、私は主に行幸様のスケジュール管理や衣食住を担当しています。
私がこれまでに培ってきた方法やコツをお教えしますので、あなたも問題なく仕事ができるはずです。さすが噂に名高い旅人さん。それでは面倒な教えは省きましょう。早速あなたにお任せしたいと思います。現在まだ予定に組み込まれていない案件が133件あります。これでも事前に整理をした状態なんですよ。ただ時間が限られていたので細かく整理することはできませんでしたが、重要な案件は順番に説明しますので、わからないことがあれば遠慮なく聞いてください。まずリーユエ八門の代表者との定例会議です。その後税法改正についての意見募集を行います。続いて国政様と土地取引の期限問題について意見交換、それから各省会の会議への出席、その次は、はい、もちろんです。このような仕事をやったことない方はスケジュールに優先順位をつければいいだけのように思われるかもしれません。各所へ移動する際の効率を考慮したり、不測の事態に備えたりしておく必要もあります。またそういった事態に対して有効な手段を講じるには、それに関する豊富な知識を持ち合わせてなければなりません。先ほど挙げたものの中に何か不安に感じた内容はありましたか？それでは説明を続けます。ただあまり時間がありません。まだまだ説明しなければならないこともありますし。もう理解したのですか？さすがですね。私が想定していた中で最も効率の良い結果です。それじゃ明日のスケジュールはお願いね。ええ、協力感謝するわ。ではここはあなたに任せるわね。何か不明な点があったら百式に聞いてちょうだい。いってらっしゃいませ行幸様。はい、優先度と時間効率の両方を考慮できていますね。無駄もなく計画性もあり、注意すべき点も抑えてある。とてもよくできていると思います。どうやらあなたには才能があるようですね。さてそれでは明日の朝、行幸様がお目覚めになる前に軍玉閣へお越しください。あなたがいれば私たちも安心して競売の仕事に専念することができそうです。私もそう願っています。お疲れ様でした。今日は早くお休みになってください。分かってるわ。もう起きてるわよ。少し待っててちょうだい。今着替えるから。
おはよう。昨日はゆっくり休めたかしら。それはよかったわ。慣れないことをお願いしたから心配していたのよ。それじゃあなたが調整したスケジュールを見せてちょうだい。まずは瑠璃亭に向かい、羅光さんが手配した昼食会に参加するのね。ああ思い出したわ。これは入念に準備しないといけないわね。いえ、会ったことのない方よ。今日の昼食で初めて会うことになるわ。彼女は私の時間を高額で買ってくれたの。だから当然私も誠意を持って対応しなければならない。そうしないと瑠璃亭で昼食をいただくだけで何千万ものモラを使ったことになるわ。そんなの割に合わないでしょ。そうよ。でもたとえこのように高額なモラを支払うことになっても、私と昼食を共にしたいという人は減ることがない。先に言っておくけれど、私は値段について何も関与していないわよ。私にとってこういった昼食会よりも時間の方が貴重なもの。だからこのような方法を思いついた時に、一番高い値をつけた人がこの権利を得る。その後それは次第に多額な利益を生む商品へと変わって、まさにその通り。このような機械を買う人の多くは、その権利を入手するのに使ったモラを後で倍にして取り返せると思っている商人たちよ。複雑な市場で利益を得るためには、自身の洞察力と先見性が重要になるわ。その理解が実際にどれだけの価値のモラになるかは、人によって捉え方が違うから一概には測りかねるけどね。あなたはとても幸運よ。この昼食会の会話を一銭も払うことなく聞くことができるのだから。大商人の手にかかれば、このような情報は数千万もの価値になることがあるわ。そう固くなる必要はないわ。出発の前にまずは朝食をいただきましょう。これらの朝食も全てあなたが用意したの？なるほど。とりあえず座って、軍玉閣の料理人の腕前を味わってみてちょうだい。あまり時間を置きすぎると味も落ちてしまうわ。どう？お口に合ったかしら？このあと昼食会があるのも忘れないようにね。でも私の思考を気に入ってくれたことは素直に嬉しいわ。たまにね。大抵はみんな仕事に追われているから、一緒にゆっくりお茶を飲んだり朝食をとったりする時間はあまりないの。普段の朝食もここまで手の込んだ豪華なものではないわ。てっきりあなたが自分で料理して私のために多めに作ってくれたのかと思ったわ。冗談よ。普段より多く手配されている分は、客式が昨日準備してくれたものみたいね。面倒な仕事だと分かっていながら、それでも引き受けて尽力してくれるなんて、秘書たちも私もあなたにとても感謝しているわ。ここでの食事が私からのささやかなお返しになるといいのだけれど。朝食は一日の状態を左右するわ。だから決してないがしろにしてはいけないの。朝起きて食事をただの反復作業だと感じるようになったら、何もしないうちから疲れるようになってしまうわ。さて、食べ終わったよね。そろそろ瑠璃亭に向かいましょう。でもその前にまだ準備しなきゃならないことがあるの。服を着替えれば気分も変わるわ。着替えた後の私を見たら、
きっと印象もまだ違ったものになるかもしれないわよ。服の準備はランヨーに頼んであるわ。彼女のところで受け取ってきてくれる。それじゃお願いね。こんにちは。何かご用…あ、はい、お聞きしております。こちらになります。行幸様にお渡し…この部屋には衣服だけでなく、あらゆる種類の工芸品。その上、最近は行幸様の意向で室内の配置替えを行っており、部屋が少々散らかっております。ですので部屋の中を行き来するのも大変な…それではこちらの服はあなたにお任せしますね。服は持ってきたかしら。そう、この服よ。少し待っててちょうだい。これは新しく注文して作った冷装で、私もとても気に入っているの。どう？単刀直入にあなたの第一印象を教えてもらえるかしら。はあ、ありがとう。実は少し緊張していたの。あなたにそう言ってもらえて私も自信がついたわ。どんなに美しい服でも心に不安や迷いを抱いてしまえば。だからあなたに褒めてもらえたことは私にとってとても意味のあることなの。それでは早速瑠璃亭に向かいましょう。行幸様、ごめんなさい、お待たせしてしまったわね。いえいえ、とんでもございません。行幸様は毎日膨大な量の仕事をされております。ではお互い遠慮せず、もっと自然に話しましょう。こちらは旅人、彼女の名は聞いたことがあるわよね。今日ちょうど彼女がリーユエコーに来ていたから一緒に来るよう誘ったの。彼女も同席させて構わないかしら。もちろん歓迎いたします。むしろ思いがけない幸運です。まさかあの有名な旅人さんがいらっしゃるとは。かねてよりずっとあなたのご活躍に興味がありまして、お聞きしたいことが山ほどあるんです。あ、つい興奮を。失礼しました。まずは自己紹介からですよね。私はラコーと申します。布地を主に扱う商人です。ただ最近他の商品も扱ってみたいと考えております。そこで行幸様の経験則をお聞きしたいと思っていたのです。しかしこのような予期せぬ収穫を得られるとは思いもしませんでした。どうやら噂は本当のようですね。噂？もちろん、そちらの旅人さんと行幸様の関係がただならぬものだということですよ。お二方ともそういった噂を聞いたことないのですか？行幸様の行動には何千万人もの人が注目しています。ですから必然的にその人間関係にも注目が集まっているんです。
お二方の関係が特別でない限り、リーユエコーに来たことを知ってすぐ食事に誘ったりはしませんよね。面白い噂ね。見ての通り、私たちの間に問題となるようなことは一切ないわ。この旅人はリーユエコーの英雄であり、現在の繁栄に貢献をした人物。またリーユエ七世という後人の立場を抜きにしても、個人的に私は彼女のことを高く評価しているの。もちろん問題など何もありません。ただ行幸様の周りにあの船長以外にも面白い人物が増えたと思いまして。旅人と彼女を一緒にしないでほしいわ。北斗がリーユエコーに戻ってくるたび、私は頭を抱えているんだから。彼女のせいで何度千載一遇の投資機会を逃したことか。時折わざとやっているのじゃないかと疑ってしまうほどよ。投資というのは最近流行りの発酵髄のことでしょうか。いいえ、他の商品よ。発酵髄に関しては誰かが商品を買うように煽っているだけね。しかしフォンテーヌには発酵髄を大量に使用する画期的な技術があると聞きましたが。本当に儲かるのであれば、それを知っている人は少ない方がいい。あのように大々的に宣伝する道理もないでしょ。それに先日秘書に調べさせたところ、発酵髄の価格がその加工品のもたらす利益をはるかに上回っていることが分かったわ。だからこの投資には気をつけた方がいいわね。なるほど。実はもともとこの商品の将来性を行幸様にお伺いしようと思っていたんです。私の考えだと、この商品に対して下心を持つ者がたくさんいるわ。未来とは非常に不透明なもの。今あなたが手にしているモラは一枚一枚コツコツと稼いできたものよ。それを使う時には、稼いだ時と同じように慎重にならなければならないわ。あなたもそう思いますか？はい、わかりました。あなたたちがそうおっしゃるのであれば、私も慎重にことに当たりたいと思います。ひとまず今回は見送って、別の商品へと投資した方が良さそうですね。行幸様、本日は貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。心の中にあったもやが全て晴れました。ええ、お役に立てて何よりだわ。なぜ行幸様がリーユエコーで最も成功した商人になれたのかを今ようやく理解できました。頭脳明晰で知識が豊富、その上情報通でもある。どれも長い時間をかけて培っていかなければならないものです。長いこと話を聞いているだけで少し退屈だったんじゃない？商売に興味を持つようになったかしら。それはあなたに才能があり理解力も高かったからよ。もしモラに困ったら何か商売に挑戦してみるといいわ。それでは私はこれで失礼します。今回の昼食会は私にとって非常に有意義な時間でした。ええ、さようなら。近いうちにあなたから良い知らせを聞けることを願っているわ。昼食会はこれで終了ね。次の予定が入っているとは思うけど、やはり競売の方が少し心配だわ。3人ともうまくやっているかしら。そうね、万が一のことがあっても彼女たちの能力なら問題なく対処できるはずだわ。さて次の予定は何かしら。ああ、その件ね。確かにしばらく会っていなかったわ。では、まず明星祭に行きましょう。
失礼。依頼していた修理品はもうできているかしら。これは行幸様、あれのことですね。今お持ちいたします。ええ、焦らなくていいから気をつけてね。そうとも言えるけど少し違うわね。あなたのイメージでは明星祭が扱う品の大半は多種多様な高級品って感じかしら。ここの職人たちはとても優秀でね。何かを作ってもらうとき、私はいつも彼らに連絡することにしているの。今回の修理品は価値という観点から言えばごく平凡なものよ。けどし、行子様、修理していた櫛はこちらになります。ご確認ください。元の状態に戻そうと最善を尽くしましたが、破損状況がひどく、どうしても修理の跡が残ってしまいました。ええ、大丈夫よ、ご苦労様。でも私の情報提供者にとっては違うわ。これは母親との思い出が詰まった大切な品なの。彼らはいつも私に重要な情報を与えてくれる。だから何かを頼まれた時、私はそれに全力で応えなければならないと思っているの。私たちにとって利益よりもお互いの信頼関係の方が大切だからそう考えるのも当然ね。確かにほとんどの場合においてモラだけで問題は解決できるけど、この情報提供者たちは少し特殊なの。そういった人たちにとってモラは万能なものではなくなる。だからこそ彼らと会うのが楽しみでもあるわ。正規、修理してくれて感謝するわ。とても、いえいえ、行幸様のお役に立つことができて光栄です。さて行きましょう。ええ、こんにちは。久しぶりね。そうよ、この子たちは私の頼りになる助っ人であり、かけがえのない友人なの。最初は情報収集をお願いするつもりなんてなかったわ。けれど彼らがあまりにも積極的だったから、遊んであげる感覚で一度お願いしてみたの。するとこの子たちは仕事を完璧にこなすだけでなく、それを楽しんでさえいた。みんな最近はどんな風に過ごしていたのかしら。毎日楽しいことばっかりだよ。パパとママがいろんなところに連れてってくれるんだ。でも宿題は全然やってないよね。それは仕方ないというか。それじゃあダメだよ。リーユエコーには新しい時代がやってくるって先生が言ってたでしょ。それにこれもあの戦いが深く関係していることね。何しろこの劇的な変化は千年の歴史においても前例がないものよ。人の時代となった今、誰もがこの好機をつかみたいと思っているわ。ナンナはどう？なんだか少し不機嫌みたいね。私は、その何を話したらいいのかわからなくて。そうだ、行幸お姉さん、おととい大きな船が何隻も港に入ってきたよ。そうそう、商人たちが船の下に集まってあれこれ騒いでた。それと船に乗ってる人たちが箱を一つずつ下ろしてた。そう、わかったわ。
遠洋漁船が戻ってきたのね。積載量はどうだったかしら。どうやって見るかは教えたわよね。あ、うん、覚えてるよ。喫水線だっけ。船と水面が接しているところに書かれてる線を見るんだよね。なるほど。収穫は上々だったみたいね。船が重ければ重いほど船体は沈むでしょ。水にどれくらい沈んでいるかを見れば、船が積んでいる荷の量を推測することができるの。もちろんどのくらいの深さまで沈んだら満載なのかは船によって異なってくるわ。でも一般的な船であれば経験を積むことで判断することが可能よ。この前お姉さんに教えてもらったんだけど、今はパッと一目見ただけでわかるようになったんだ。数日前、フォンテーヌの大商人が発酵水を近々買い取りに来るって話をこの辺りでよく聞いたよ。そうなったらまた値段が上がるって言ってた。なるほど、本当かしら。誰が言ってたか覚えているかしら。覚えてない。じゃあその人が言ったことを他にも何か覚えてる？それも覚えてない。おい、大丈夫か？いつもは一番よく喋るのに今日はどうしたんだよ。大丈夫よ、そんな顔しないで。そうだ、あなたに喜んでもらえるものを用意したの。私の櫛。恭子お姉さん、覚えててくれたの？もちろんよ。約束したことは必ず守るわ。ありがとう、恭子お姉さん。大したことじゃないわ。そう気にしなくて大丈夫よ。でもあの人たちが言ってたんだ。恭子お姉さんはすごく忙しいから、そんなただの櫛なんか覚えてないって。あの人？あ、大丈夫よ。何か話していないことがあるのなら教えてくれないかしら。うん、恭子お姉さんならきっと責めたりしないよ。ごめんなさい、実はさっき嘘をついたの。発酵水の話はたまたま聞いたわけじゃなくて、二人の大人にそう言えって言われたの。恭子お姉さんに嘘はつけないって言ったら、櫛のことはもう忘れてるって言われて、私その言葉を信じちゃって。あの人たち新しい櫛まで買ってくれたの。私ごめんなさい、すぐ櫛を返しに行くから。どんなにいい櫛でも恭子お姉さんが直してくれたこの櫛にはかなわないもん。この櫛はあなたのお母様がリーユエコを離れる前にくれた大切な誕生日の贈り物なのよね。うん、そうだよ。これからはもっと気をつけるね。ママが帰ってきた時櫛が折れてたらきっと悲しむだろうから。それにしても面白くなってきたわね。じゃあこうしましょう。この櫛は私が返すから、彼らが今どこにいるのか教えてくれないかしら。その人たちなら不当にいるはずだよ。終わったらそこへ行って報告するよう言われたから。わかったわ。すぐに戻ってくるから、ここでじっとしているのよ。恭子お姉さんは悪いやつをお仕置きしに行くの？興味本位で見に来ちゃダメよ。決してついてこないようにね。私はただその二人の大人にお説教をしてくるだけ。やっていいこととやってはいけないことの道理をね。
われたりしないだろうか。正直これも卑劣なやり方だと思うが。はあ、そんなのは分かってる。だがもう仕方がないんだ。今は何も考えるな。ナンナンは行幸が信頼している情報提供者の一人だ。聞けば行幸はあの子に対してとても優しく接してるらしい。あの子の言葉なら多少理屈が通ってなくても疑われることはない。私とあの子たちのことを甘く見ないでもらえるかしら。行幸様。あの櫛がナンナンにとってどれほど大切なものか、あなたは知っているのよね。子供に誤ったことを教え、その無垢な心を揺さぶるなんて行為、恥ずかしいと思わないの？俺は…なんてことを。申し訳ございません、行幸様。そのような行為は許されることではありませんでした。商売とはもともと騙し合いでもあるわ。もし本当に情報を利用して私を出し抜こうとしていたのなら、たとえ損をしていても私は何も言わないけれど、モラは全てを凌駕する存在というわけではないわ。モラを儲けるために子供を利用するなんて、どれほどの悪影響を及ぼすのか分かっているのかしら。その、実は俺たちもやむを得なかったんです。俺たち二人は長年商売をしてきたのですが、なかなか軌道に乗ることができませんでした。今回発行水の話を耳にし、全財産を投じてかけてみることにしたんです。そして俺たちは発行水を大量に仕入れました。その値段がどんどん上がっていくのを見て、今度こそ大儲けできると思ったんです。でもフォンテーヌの商人はなかなか現れず、さらにはこの投資は詐欺なんじゃないかと疑う人さえ増えていく始末。私たちと同じように商品を仕入れ、売ろうとした者はみんな手を引いていきました。ですが私たちはさばききれない量の在庫を抱えてしまい。はい、行幸様が手を出せば必ず他の商人たちもそれに倣い、価格も自然と上がると。商品が売れなければ俺たちは確実に大損をします。しかもこのために借りたモーラも返せず、首も回らなくなる。正直、借金をしてまで投資をするなんて同情するに値しないわ。でも誰もが理性を完璧に保ったまま判断を下せるわけじゃないわ。物欲や富の追求、現実への焦りなど、人を惑わせるものがあまたある。投資がいかに深刻な状況をもたらすのか、これで分かったかしら。もちろんです。この件のせいでもう何日も眠れていないほどですから。人に頼んで買ってもらおうともしましたが、バカにされた挙句笑われました。私たちは間違ったんです。完全に失敗しました。これまで一生懸命働いてきましたが、その積み重ねも全て無駄になってしまった。今はただ過ちを認め、やり直す機会が欲しいだけです。そうならこうしましょう。私がそれらの発行水を買い取るわ。その代わり、あなたたちには私とある契約を結んでもらう。今回あなたたちの発行水を購入するにあたり、過去の市場の平均価格と比較して上回っている分を今後何らかの商売で返してもらうわ。しかしそれでは利益が全く。ならあなたを満足させてくれる買い手を探すことね。こんな状況でもまだ儲けを得ようと考えていたら誰も助けてくれないわよ。行幸様のおっしゃる通りです。
今はこれをモラに変えて返済については後で考えればいい。儲けのことを考えてる場合じゃない。ああそうだな。私には必要のないものだけど、ちょっと調べて適切に運用すれば必ず需要が巡ってくるわ。じゃあすぐにでも取引をしましょう。そう焦らないで。取引はあくまでもおまけ。過ちを認めることこそが今回最も重要なことよ。あなたたちは子供を騙した。あの子たちにきちんと謝罪なさい。これはあなたたちの誠意を示し、過ちを改める機会でもあるわ。わかりました。では先ほどの場所に戻ってあの子たちを探しましょう。お待たせ。すべて解決したわ。え、おじさんたち、ごめんな、なんなん。この前、行子様が櫛を直してくれないって言ったのは、嘘なんだ。俺たちは間違ったことをしていた。それに気づいて、今は深く反省もしている。どう思う？これはあなた自身が決めるのよ。じゃあ問題も解決したし、悪いことも起こらなかった。許してあげてもいいと思う。けどこのままチャラにするのもダメだよな。他の人から甘く見られちゃいそうだし。そうね。私も他の人がまたあなたたちを狙うようなことにはなってほしくないわ。決めた。ああ。この二人のおじさんには遊びに付き合ってもらおう。え？やった！鬼が決まったな。いいねいいね。早く北ふ頭でかくれんぼしようよ。ちょっと待て。いや待たない。行こう。元気いっぱいね。ええ、確かにあの二人に子供を預けるのは私も少し心配だわ。あなたの考えを当ててみましょうか。子供を情報提供者にしている私と子供を利用したあの二人の商人、両者の行動に何の違いもないと思っているんでしょ。初めてあの子たちと会った時、今とは全く違っていたわ。私を見るなり逃げ出して震えて声も出なかったの。けれどあの子たちは後になって、私がただ友人になりたいだけだということを理解したわ。私も年上の友人が担うべき役割を果たすことに最善を尽くしたの。あの子たちと遊ぶだけでなく、知識や観察力、分析力、考え方なども教えた。ただ商売については今まで一度も話さなかったけどね。今勉強面でも生活面でも
彼らは同年代の子よりはるかに成熟しているわ。これはあの子たちにとっても有益なことだと思っているね。ある意味そうとも言えるかもしれないわね。私は子供の頃あまりいい教育を受ける機会がなかったの。だから自分が得た経験を教育という形で伝えていきたいと思っているのよ。将来この世界には等価交換だけでなく欺き合いもあるのだとあの子たちは知るかもしれない。でもそれでも構わないわ。その時にはあの子たちはきっと卓越した商人になっているから。それまでは私があの子たちを守る。私はいずれ老い、出生も次の世代に引き継がれていく。だけどリーユエコーは変わることなく繁栄し続けていくわ。行こうという名は私という人間を表すのでなく一種の象徴として生き続けることを願っているの。そうやって代々伝承されていけば私の考えや行動も時代の流れという制約を超えていくことができる。行こうお姉さん、早く早く。じゃないと置いてっちゃうよ。今行くわ。さあ行きましょう。この素晴らしい光景が過ぎ去ってしまう前に。